この技術はテレビ局や家電メーカーなどが共同開発したもので、スマートテレビを動かすための日本方式の企画です。放送番組をテレビとタブレット端末などに同時に表示させ、検索やソーシャルメディアへのコメントなど、さまざまな操作をする際に必要な最新の技術が盛り込まれています。スマートテレビの企画をめぐってはアメリカや EU 方式などがしのぎを削る中、今回発表された日本方式を官民一体で世界市場に売り込みます。早ければ今年中の実用化が期待されています。